いちじく生産農家ののりです。ご視聴ありがとうございます。はい、今週のいちじく通信5週目に突入いたしました。日付で言うとですね、3月の22日の週になります。今日はですね、ちょっとあいにくの曇り空になっております。ちょっとね、風も強くてですね、ちょっとマイクにノイズが入ってるかもしれませんが、ご了承ください。なるべくね、口元に近くにしてお話をするようにしております。今回はですね、この黒いちじくの畑の状態をお伝えしたいと思います。で、昨年のですね、いちじく通信を確認しますと、ボリューム8番ですねの方で芽が少し動き出しましたということで、日にちはですね、3月の最終週でしたね。つまり来週ですね、今年で言うと来週からですね、芽が動き出しましたというふうに私喋ってましたね。ただしですね、去年は大暖冬でしたので、もう早めに芽が出てきたのかなと思います。今年はそんなことはありませんので、例年通りで多分4月以降ですねに芽が動き出すのではないかなというふうに思われます。こちらいちじく通信の方は、剪定を開始した週を第1週と換算させて、収穫が始まる直前の週までいちじく畑の状態がどうなっているかというのをお伝えする動画となっております。もしですね、気になる方いらっしゃいましたら、ぜひですね、はい、今チャンネル登録ボタンと通知ボタンをオンにしていただけると嬉しいです。ではですね、5週目に入りましたいちじく畑の状態をお伝えしたいと思います。はい、では黒いちじく畑の状態をお伝えしたいと思います。これは一番ですね、うちの中では一番大きい黒いちじくの木になりますね。ただ残念なのはハウスに届いていないということですね。ハウスの外になっています。いわゆる露地栽培になっている状態になっております。去年もですね、すごく大きく育って、実もつきました、だいぶ。で、エリアがですね、まだ余っているので、広げてます。ただ芽の方の動きは、見た感じまだこの枝はないかな。あ、少しでも若干、これ分かります？少し出てきてるかな。若干膨らんできている、そんな木ですね今。でちなみにこの、雨よけハウスの中の方ですね、はい、こちらも見る限りだと、やっぱり少し芽が大きくなってきてますね。ただまだ開くほどではないですね。若干膨らんできているという感じですね。少し若干、これ緑見えますかね、これ。この辺はですね、かなり樹形がバラバラです。自然にですね、伸ばしてやる状態ですね、この中は。ハウスの中なので、天井がですね、これだけ高いんで大丈夫かなと思うんですけど、実際に成長するともう天井にですね、この辺の木なんかもそうですけども、成長するともう天井にまで届くぐらいの高さまで伸びます。実はですね、その天井まではつかないので収穫はしておりませんね。これなんかも少し膨らんできている感じですね。ようやくですね、こちらもあったかくなってきたので、少しずつ芽が大きくなってきているのかな。予想では4月を回らないと芽が出てこないっていうふうにこちらでは思っております。こちらの方の畑ですね、すごく小さいんですね。木も確か9本、1,2,3,4,5,6,7,8,9本ですね、はい、木も9本しかないです。で、本当この畑ですね、遊んでいる畑でして、黒いちじくはですね、これほど有名と言いましょうか、話題になる前にですね、余っているので、当時ですね、うちの父親が黒いちじくでも植えてみようかということで、ほとんど収穫はしないでですね、遊ばせておくのももったいないんで、植えたという畑なんですね。なのでですね、ちょっとですね、樹形もバラバラなんですよね。そういうことを考えずに植えて、こんな状態に今なっています。で、やってみて分かったのはですね、やはり露地では難しいということで、これはですね、一昨年から、雨よけハウスを張ったんですね。なので、順序が逆なんですよね。順序が逆と言いましょうか、木がある程度育ってから合わせてハウスをこう設置したような形になるので、一番最初に紹介した木は外にあるという形になるんですね。実際これも外にありますけどね。
もう少し長いやつならいいんですけど、まあ、このハウス自体が実はあの育苗ハウスですね、田んぼをやめられる方がいらっしゃいまして、それをですねいただいてこちらで、まあ、移設した感じになります。なので、まあ、最大限ですね入るような状態にして、まあ、こういう形になっていると、そういう感じなんですね。あの 3R の畑の方もですね、あのちょっと前見ましたけど、ご紹介しておりましたけれども、あそこもそんな感じですね。ハウスを建てて、後からですね雨よけにしたんですが、実はですねあることがあって、あのハウスは壊さなくてはいけなくなったという形になりました。まあ、その辺についてはですねいずれちょっと語っていこうかと思います。で今ですね見ていただいた通り、本当に今少しずつ芽が出てきているかなという感じですね。まだ動かない、はい、あ、こんな感じですね。これも若干出てきている感じですね、芽が。まあ、うちの畑ですね全部一応見回っているんですが、まだ緑色が出てきている部分はないですね。あ、これもすごいですね、だいぶちょっと膨らんできている感じがしますね。はい、なので多分ですねおそらく来週か再来週ぐらいには緑色が見えてくるんじゃないかなっていう感じがしております。はい、現在のですね黒いちじく畑はこのような状態になっております。けいこさんの方はですね今回の黒いちじくのほぎの方をですねご購入してくださった方になります。芽が出てきましたということで、ご報告をいただきました。もう2本出てくれば発芽率 100% になります。ご投稿ありがとうございます。いちじく畑の状態をお伝えしました。まあ、こちらはですね見ての通りですね小さい畑になります。これだけしかないんですけども、まあ、ドーフィンとですね合わせて取っているので、同じ量と言いましょうか、メインはドーフィンになりますので、それだけですねたくさん作ることができません。で黒いちじくの方はですね奥底の品種になりますので、実り出すのはですね本当9月の後半10月ぐらいに入ってからようやくですね実り出すような品種になります。なので一部ですねドーフィンとは重なるところはありますけど、まあ、後半はまあこれしか収穫できないような状態になっていきます。こちらいちじく通信では皆様の栽培しておりますいちじく写真の方を募集しております。募集要項とすればツイッターのハッシュタグ、はい、いちじく Vlog をつけてつぶやいていただくか、こちら、はい、メールアドレスの方に写真の方を送ってください。よろしくお願いいたします。こちらの動画の中でご紹介させていただきます。私の方のチャンネルではですねチャンネルメンバーシップもやっております。こちらの方にですねチャンネルメンバーシップのリンクがございますので、気になる方はぜひこちらの方をご覧になっていただければ嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。